ばんは。笑うまニュースの時間です。このコーナーでは間もなく始まる金曜ドラマ笑うマトリョーシカ、略して笑うまに関する最新情報をお届けします。それでは今日のニュースです。主人公で新聞記者の道上かなえと、道上が追いかける人気政治家清家一郎、そして秘書の鈴木俊哉に関する詳しい情報が入ってきました。東都新聞の道上と申します。道上かなえが自身の周囲で起こる不審な出来事の真相を明らかにしていくヒューマン政治サスペンスです。マスコミが視察の所感を求めています。わかった。物語の鍵を握るもう一人の人物が将来の総理候補とも言われる政治家清家一郎。ここからですね先生。そして清家議員を陰で支えているのが高校時代からの友人であり政務秘書官鈴木俊哉です。先日清家氏は半生を綴った自叙伝悲願を出版、それに道上が目をつけます。この時佐々木さんの他に鈴木秘書官も一緒にいたんですか？リストにないご質問はご遠慮ください。しかし道上の飽くなき探求心が湧き始めた頃と、ここで速報が入ってきました。清家一郎議員が厚生労働大臣として初入閣したことが分かりました。自叙伝も出版し、現在絶好調の清家一郎議員の人気にあやかった人事とも言えます。そしてもう一つ速報です。先ほど都内でダンプカーと乗用車が衝突し、乗用車に乗っていた道上兼高さんの死亡が確認されました。ダンプカーが道上さんの乗る乗用車に突然追突したとみられています。事故の詳しい原因について情報が入り次第またお伝えします。以上本日の笑うまニュースでした。赤マトリョーシカ、青マトリョーシカ、黄マトリョーシカ、笑うマトリョーシカ、赤マトリョーシカ、青マトリョーシカ、黄マトリョーシカ、笑うマトリョーシカ、赤マトリョーシカ、黄マトリョーシカ、やだー、ぜひご覧ください。金曜ドラマ笑うマトリョーシカです。くそときめく時を TBS。